日本の民話青森すずめの高校。すずめとキツツキは初めは姉妹であった。ある時親が病気で危篤だという知らせがあって、すずめはちょうどお歯黒をつけていたが、すぐに飛んで行って看病をした。それで今でも頬が汚れ、くちばしも上の半分は白い。ところがキツツキはおしろいをつけて、ゆっくりと化粧を済ませて出かけたので、親の死に目には合わなかった。そのためにスズメは姿こそ美しくはないが、人の住むところに住んで穀物も必要なだけ食べられるのに、キツツキはお化粧はきれいだが、朝早くから森の中を駆け歩いて、木の皮をたたいて、一日にやっと3匹の虫しか食べられないという。